どっちもええねん、分かればええねん。次から直します。次から直すらしいです。 The Wheel of Fate is turning. Level 1 Action. レバンダノトッノロ対空港。はい、挟んで面白い、カルルはやっぱダメージヤマだった。なんだ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 あいつなんだ、あわわあわわあわ、おーガードシュー、しかし F 式はダメ。あ、西西西ゴリラかな。ニーニーからあー中段え、おお一掛けにできてなかった。むしろ一掛けにして繋がるのかな、わからない、わからない。私リリュー使いじゃないんですよ。リリースもカルルも知らず裏。まあ一応俺両方一応使ってたけど、マジカルル、カルルも別に使ってたけど、なんだなんだ F 式っぽい何かかな、うん、多分入れ歯潰し、あ、ジャニシモルか。ジャニシモルですね。そう、ここに1本取っていく。さあ姉ちゃん殺してちょうどゲージを、姉ちゃん死んだけど相手を殺しきるっていう理想的な形ですね。なんか今回姉ちゃん死ぬの早いみたいな。むっちゃ早いです。前に比べて HP 少なすぎてびっくりするんで。まあ、昔みたいにコンボ長くつながないけど、いや固めらんないよねみたいな、さっさと崩してねってキャラになったから。そこはカルルがかなり厳しいんじゃないかなって感じ。さあ6どうして、いやこれは死ぬけど、ミスってるけど死ぬ。え、何が起こった ?6A! え陣とカルル、あー、陣とカルルは 6A から入らない。あ、入んない時もある。よくわからん。まあなんか、当たったり当たんなかったりするらしい。なんか、高めに当てないとみたいなやつ。まあ、多分そうだと思います。あー、レドリーはお仕置き。ここ ?2B? 見えません。あ、2本が怖い。で、あれからの 2B。 カルルわりかしね、通常技もなかなかいい精度してる。さあ、クロさん硬い。さあ、2C。さあ、ここで間に合わなくなる。ちょい、やばい。ここがうまい。ウッパンで、アネゲージを回収。アネゲージは白面と違って、空中にいても空中にいなくても、ゲージ回収率は変わらないので。CT マジで、これは。うん、減る。カルルの引き返しトリガーちゃんと入れれば減る。さあここで秋葉さんが1。あー、本当に復帰してたの、もうやってたんじゃないよって感じなんだけど。本当かよって感じ、やってたんじゃないよ。そのぐらい強いけど。イグニス。こんなのはどう。さあレベッツ姉と母が喧嘩してる。西ミーディーから見えません。さあ白地八人工、あーここから、うーなんか怪しい、ルギアが漏れてる。割れ潰しかな。あーなんてこったい。特営からジャイアイ男子、西振るんじゃねえよっていう感じの男子でしっかりお高め。さあパジーはウイルスにならなかった。バーフっぽい何か。ハチリーでしっかり逃げも読んで、ブリオが当たっちまうが、うん、昔みたいにブリオが簡単に壁パンしないのでラッキーラッキー。お、ガーキャン読んで、ガーキャンブリオをちゃんとレドリーで避けてコンボができない。投げる、すぐ投げる。さあフォークで姉が飛んでいった。こんなのはどうだ、こんなのはどうだ。ロケットとかないよ。カルル、おおドヤなんだけど今のドヤみたいだけか。ダミジャンシーからガドレイス、ダミジャンシーいけ。さあここからガードには行くのか。よくと全然通して、いや、いつボランティア来てるのか分かんないですね。実は私も聞こえてません。6C 食らっちまって、 6C キャンセルをちょっと見せつつのこのアタックである。さあ、お客さんやってみましたから、ガーキャン
おでぇ、ほんと危ない。どうしてあれが下がって、あ、これは運がいい。あー、下がってるけど。だから父ちゃんが来て、どうけ立ってる。そう、母ちゃんの攻撃が玉属性だから姉ちゃんが食らっても別に動けるんですよね。はいはいはい。お、やるじゃん。はい、一本取り返していく。怪しいながらもうまい具合の立ち回りを見せてきますね。さあ、わーい、あかん。2つ入って、しかしコンボが繋がらないので2700です。あと6、あれ6。ポーコ、早いのは強いんだけど、あ、甘がない。さあ、入れっぱは許しませんと。おっ、ナッシュスカル。あー、これはこちらも大変なことになって、バースト読む。いやでもあれやっぱりバーストスタイル、まあ、確かに痛すぎる。後ろにいる姉が怖い。なんだっけ、あのな、アドメ合わせたのに。おっと、母ちゃん降ってきて。ないやだ、まあいいや。お母ちゃんの体力がないんで。おっと、あっちにかかる。表、しっかりガードしますね。おっと、うまい。さあ、父が姉ちゃんをガンガンしばいて、ガフ。あ、今のガフですか。わかんないらしい。わからん、俺はわからん。わからん。いや、カルル何も知らない。もう、どこまで俺もカルル変わったから、変わったら全然触ってないから。昔は触ってました程度。さあ、今日お見合いじゃん。スルーズでアルギアがなんか漏れてる。うん、見えますね。メダパニかな。うん、このブリオがね、結構安定コードっぽく見える。危ない。エリウスはちょっと高め、姿勢が高めだからブリオ引っかかりやすいし、ダッシュしても怖い。うわー、うん、これ、あー、しゃがんでるからごまかした。あーあー、ルギアが漏れる。クーロンさんがなんでと漏れる。さすがに、おお、コンボ時間が短い。ヨバイオスでゴリ押しする。オーベイ、ゴリ押しできる。クリタイクのロイが使って出直す。おっと、姉が殴られてる。イグニス、こんなのはどう。さあ、見せてもらった。お互いちょっと、しかし、うちも怖い。あー、直がミスかな。2段目に引っかかる。イグニス、行け。しまった、ボランテ。イグニス、この力を投げる。どうする。熱波狩り、熱波狩らせて好転狩りだったかな。あー、ここに引っかかる。フーリーを2人 C ちゃん C からの、いやー、ガーフですね。疑似ガーフ。しかし難しいコンボをミスっていく。お母さん見せたがりだからね、しょうがないね。おっと、これは死ぬか。死んだ。あ、今、いや、今減らなくなったらしいから。今こっちの方が減るらしいから。さあ、こっちの方が減る。あ、2、今ほんとほんと。おっと、アトリエさんが応援に。行き、正宗。まあ、正宗は置いでて。正宗。おお、ドヤリーだろ、それ絶対さ。いや、ドヤリーじゃねえ、じゃねえよ。できたらいいけど。さあ、地獄の攻めが始まる。うーん、ロクシ見えませんね。ロクシフェイントは思ったよりもだるい。結構やっぱチラシがあると結構強い。
シアスタクがあるのとないのじゃ結構話は違うから。おっと、ヒレンとシャツ、さっきからちょっとガードさせられて倒られることちょっと多めない。あーあー、やる、押してる、ねえ、寝れた見えないだろうって思うばかりの裏面切って寝れたからな、スカシゲダン。ここで CT 絡めて、これは残る、残らない。あ、うぜ、うまい、ドン。めっちゃヘッド、1200ぐらいヘッド、1200。こんな、まあほら OD だし、まあ OD パウスではマジ減るらしいから。壁見てなかったらいくら減ったか俺は実はよく分かってんけど。GD からの、ああここから、うん、受け身の状況が悪いからブリオで持つのかと思ったら何持ってない。それから拾ってる、うん、通常技は結構コンボ時間が長いんでコンボが結構いきます。あーデネッツァファジーしたかな。オーコが飛んできて拾ってる。これは、あ、おっと、あのゲージを心配してか、パチーが出てない。まあ無理に攻める必要はそこまで。なんだ、音消し、音消しボランテ、音消しボランテか、なんかここは、おっと、やるしかし抜けてる。まだ終わらず連続だ。さあ、ボランテがカーテンに消されて、クーロンさんでラインを上げたいんだけど、ちょっと怖い。これはコタハとしも頑張る。おお弱くなったとはいえだっけ。おお、ここで 6A どうする。あるさあ、じゃんけん、ここはおーっと、また呼び合いが強い。ここはどうです。さあ、おっと、姉と喧嘩してる。姉ちゃんも怒られるが本体にダメージがないのできついぞ。あー、オーディこれギリたまん、たまるか、ギリたまるぞ。うわーっと、これはつらい。うん、厳しい。さあ、これで3-1かな。いやでも橋の読み合いがちょっと秋葉さんすごい強い。まあ立ち回り自体は一応レディース有利だと。まあ、今回やっ知らずよくわかんない。結局この2人も減っちゃって、レディースさんともかくカルルはかなり減っちゃったから、ここカルルを見る機会がないから、あまり全然見れないし。まだここロイドやれ、まだは行く、ロイド、まだを行く。さあ、これはどう、これはどっちなのか。ちょっと近すぎてガーフはできない、まだ、あれ近いとできない、近いとできない。そんなものか。しかし確か前転が枯れなかったはず。おっと、さあ 5B で穴を警戒していく。いいですか、ヒリウス、うーん、ライン、まあ上がるんだけど、うーん、こうやって挟まれちゃうと大変なことに。うわー、しかし姉城だから安い。姉城ね、2500ぐらいからそれ以上は減らすのが難しい。あの人は安くなったって話聞いたことあります。全然安い今回は。おっと、フリオ、おーっと、見えねえだろって言わんばかりのこのタクである。見えないんですよね、実際結構運ゲー。あれは見えない、結構運ゲーなんで。まあ、見えたら結構運ゲーやめて。おっと、なんだよ、おーっと、後ろ、なんだ、あー投げは漏れる。ブリオで止められず、ヒュースで姉ちゃん蹴ってバントでラインを上げるが、おー危ない、もうここで一発食らってしまう。これはおー、それどり、レドリー OK、 ロクニー引くうまいとしてる。ファラのコンボをつないでいる、バッチリだぜ。おー、回ったら読み合いに勝っていく。クロさん、今日は一生懸命やってさすがにバスト。アニシェしっかりアレの攻撃を見て、あー分かってますね、母ちゃんが裏から来るのもしっかりダッチで落としてる。あーっと危ない、何やったかな、忘れたけど。おっと、ここでディオバイアス裏から、しかし姉はボコボコにされて、しかし死ぬ。
いやでも当たる OD だからすぐに回復。さあフォークでお投げパーキャンこれっぽい。あー当たってしまう。うるわしのカンターだね、ダブルカンターだね。これで秋葉丸がリーチか4-1。相手のガードしたりとか逃げたいとかいうなんか考えの裏をしっかりついてくるのがちょっとやらしい、いやらしい、いやらしい攻めですね。イグニスネッタはビンタビンタ、どう母ちゃんの熱いビンタがね、うまく潰していく。おっとブリオ、ああ攻めるそうだ。マルライオン、マルティオン、倒すんだよ。さあ挟んで投げ止まらず、ジャンピーガードしちゃってじゃんじゃない表からの表からの着地でダウン。 CT 絡めて通常技からまあまあ減る。ほんとだその手で弱い。 CT 絡めるのはダメージ回収も兼ねてるんですかね。それはあるあるけど最初回収しないから動かしてね時間、このちょっと動かしてね時間からちょっと経たないとゲージ回収は始まらないから、はい、クラストリガー入れただけだとあんまり回収はしてくれない。おっとそっから姉を動かさないでコンボしたら回収はされます。はいはい、ボランって引っかかってリーチでボランってかかってちょっとやばいよクロノさん。バーストはまあ溜まるでしょう。はじめ、ね、これ良いかな。おっとうまい確認してる。トイがうまい、いやある一着な感じですね。さあテネレッサに捕まる。ちょっとロケ立ってる、見えません。さあ逃げられない、しっかり暴れ潰しつつしっかりたくってくるのは結構厳しい。あーそして相手のやりたいことはやらせない。ジャンピー2秒合わすか。ジャンピーが力ってうん危ない。ちょっとルギアはしっかり避けてる。対策っぽいっすね。危ねー危ない危ない危ない。ドロッとするブリオがね。おっと5勝しかも確認してる。これはいや、ダメだ。ダメだね。憎いのだろ。マグラント。さあ、開幕ランド。姉ちゃんは、姉ちゃん、母ちゃんは姉ちゃんで潰す。OK、見てんなー。うーん。イグニス、メルナビー。あ、あれは、マジで体育うまい。ここで捕まえられて、おっと中段、この様子見から暴れないでしょ。おっと小判投げ楽しみだ。これは出直す。厳しい。あこの橋は辛い。でも姉ちゃんが瀕死なので今のうちに攻めたいところ。いやーキママールのうん母ちゃんの潰し方はマジでうまい。マジでうまい。しっかり母ちゃん潰しつつ前進できる。おーっと空中ガークだから即受け身が取れた謎の形よくわからん。なんだ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 。あー母ちゃん受け立ってる硬い。さあトレードに引っかかって許さない。さすがにバースト。さあ、アサルでワンチャン死んでしまうと思って、うまいこと姉を知らないで集まってますね。怖い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 。さあ、テネレスから来ました。キャン読まれて知ってたら、あれは無理をしちゃってしないで、ガーキャン読んで終わりですね。勝利したのは、さようなら。いや、お強い秋葉丸強かった。やはり秋葉丸は強かった。5-1で秋丸の勝ちです。クッキー勢とは